里崎智也、佐々木朗希へ。NPB はメジャーの踏み台ではない。ポスティングは球団の権利。千賀や高橋光成もメジャーになかなか行けなかった。里崎、なんで朗希はそんなに怒られるん？佐々木はともかく、ロッテってこいつのことどう思ってんだろう。正論やろ。実際契約してるんだから、球団はボスを認めろなんて横暴よな。交渉も選手の権利やん。球団への恩とかお気持ちベースの話じゃなくて、1年間ローテを守ったこともない奴がメジャーでやっていけるわけねえだろ。が反論の最適解やろ。それは最適じゃない。なぜなら来年1年ローテ守って活躍したら行かせてくれるんですねとなるから。佐々木レベルの選手のポスティングを認めなかった場合、叩かれるのは球団の方だからな。踏み台なのは認めろよ。佐々木はもう NPB 追放されてもいい？ぐらいの気概でメジャー行けよ。こういう発信が実はカモフラージュされた佐々木応援なんだよね。里崎みたいなのが言うと何様だこいつ。佐々木くんは逸材だぞ。って世論が反発起こす。球団の権利だから交渉してるのでは？メジャーに行けるはずもないレベルの選手が口出すことちゃうやん。まず日本でちゃんと結果出してからの方がええんちゃう？沢村賞は若干ハードル高いかもしれないが、タイトルの一つでも取るか、最低でも規定イニング投げ抜かなきゃあかんやろ。完全試合取ったしええやろ。まあなんだかんだポスティングは認めないし普通に契約はするやろけど後味悪いな。ご視聴ありがとうございました。